い、どうも、ゆうです。今回は、プログラミングスクールのテックアカデミーは、どのコースを受講すればいいのかっていうのを目的別に説明していきます。テックアカデミーっていうのは、キラメックス株式会社が運営するオンライン型のプログラミングスクールで、テックエキスパートと並んで一番有名なプログラミングスクールの一つですよね。基本的には、用意されたカリキュラムに沿って自分で手を動かしながら進めていくんですけど、もしわからないところがあれば、15時から23時までの間は、スラックでいつでもメンターに質問できるんですね。そして、スラックだけじゃなくて、週に1回だけスカイプでメンターと1対1で面談することができるんですね。そこでも自分がわからないところを質問したりとか、あとはエンジニアってどういう働き方してるんですかとか、どういうベンチャーがおすすめですかとか、そういったちょっと外れたような質問もすることができます。テックアカデミーの料金体系を見てくれたらわかるんですけど、学生はだいたい10万円ぐらい、そして社会人は15万円ぐらいで各コースを受講することができるので、他のプログラミングスクールと比べても割と安い方かなと思ってます。テックアカデミーはオンラインっていうのと、あとは安いっていう、この2つの要素が合わさって忙しい社会人には特におすすめだと思います。そして自分もこの2つがあるからこそ受講しました。自分の場合は8コース受講してるんですね。何を受けたかっていうと、 PHP ララベルコース、 Web アプリケーションコース、 Web デザインコース、 WordPress コース、 フロントエンドコース、 データサイエンティストコース、 AI コース、 Python コースのこの8つです。ほとんどの人は1コースとか、もしくは行ったとしても2コースぐらいしか受けてないと思うんですけど、自分は8コースも受けてるので、それぞれ比較して、そしてどういう人にはどういうコースがおすすめかっていうのを正確に伝えることができると思ってます。おそらくなんですけど、日本でもテックアカデミーを8コースも受けた人って自分だけなんじゃないかと思ってるんですね。他に誰かいますか？なので、いろんなコースを比較しながら、どういう人にはどういうコースがおすすめかっていうのは、自分と社員ぐらいにしかできないと思ってます。皆さんも例えばフロントエンドエンジニアを目指そうと思ってテックアカデミーを受講しようと思ったものの、フロントエンドコースを選べばいいのか、ウェブデザインコースを選べばいいのか、ワードプレスコースを選べばいいのかって迷いませんか？そしてサーバーサイドエンジニアになろうと思った時も同じくで、ウェブアプリケーションコースを選べばいいのか、 PHP ララベルコースを選べばいいのかっていうことも迷いますよね。一応ネットにもちょろちょろと情報は落ちてるんですね。例えばフロントエンドコースを受けてみたとか、ウェブアプリケーションコースを評価してみたとかです。ただネット上に落ちてる記事のほとんどが1コースしか受けてない人の評価なので、絶対的な評価になってるわけです。つまりフロントエンドコースを評価してみたっていう記事があったとしても、その人はそのコースしか受講してないので、他のコースとの比較が全くできないんですね。フロントエンドコースとか、ウェブデザインコースとか、ワードプレスコースとか全部受けた上でフロントエンドコースが良かったっていうんだったらわかるんですけど、ただそれしか受けてないのにそれが良かったって言われても、ちょっと信用に欠けるんですね。フロントエンドコースも確かにいいけれども、こういう状況の人はこっちのコースの方がいいよねっていう可能性が全くわからないわけです。一方で自分は8コースも受講したので、こういう目的を持った人はこのコースが一番だなっていうのを実際に体験したからこそ、自信と根拠を持ってお答えすることができます。さっきから目的別って言ってるんですけど、今回はこの目的として、副業で稼ぎたい人、フロントエンドエンジニアとして転職したい人、サーバーサイドエンジニアとして転職したい人のこの3つの目的に絞って、それぞれがどういったコースを受ければいいのかっていうのを説明していきます。他にも Python コースとか、データサイエンティストコースとか、 AI コースとか受けてるので、機械学習の方も喋れるんですけど、ただそれも喋ると量が多くなっちゃうので、今回は Web 系に絞って話していきます。自分のチャンネルではプログラミングとか自己啓発とか時事問題とか、皆さんにとって超役立ちの情報を発信するので、もしよろしければチャンネル登録を今のうちにお願いします。まずはじめに、プログラミングの副業で稼ぎたい人はどのコースを受講すべきかって話をしていきます。プログラミングで副業するって言っても、案件の種類っていっぱいあるんですね。単純な LP 制作だったり、コーポレートサイト制作だったり、 EC サイトを作ったり、ワードプレスの移行したり、カスタマイズしたりとかです。そして当然こういうフロントエンドの仕事だけじゃなくて、 Ruby とか PHP を使ったサーバーサイドの仕事もあるし、 Python を使った機械学習系の案件もあるわけです。ただ今回はプログラミングスクールに通うっていうことで、プログラミング初学者を前提にすると、やっぱりフロントエンドエンジニアとして副業で稼ぐのが一番いいと思ってます。それはなぜかっていうと、フロントエンドエンジニアとして副業する方が一番簡単だし、ネット上にも一番情報が溢れてるからです。フロントエンドエンジニアとして副業で稼ぐっていうのは、さっきも言った通り LP 制作をしたりとか、コーポレートサイトを作ったり、 EC サイトを作ったり、ワードプレスのカスタマイズ移行とかをしたりすることです。これらの副業をするためには、 HTML と CSS、 JavaScript、 JQuery、 ワードプレス、ブートストラップとか、これぐらいしか学ぶことってないんですね。なのでこれまでの人生でプログラミングを一回も触ったことがないっていう人でも、割と簡単に参入することはできます。それに加えてクラウドソーシングとかを見てもらったら分かるんですけど、フロントエンドの案件って結構案件数が多いんですね。案件数が多いにもかかわらず、フロントエンドエンジニアって今足りていないので、供給が需要に追いついてない状態です。なのでプログラミングでの副業は、他の副業と比べてかなり単価が高くてコスパがいいと思ってます。例えばめちゃくちゃ簡単な LP 制作をするだけで5万円もらえたりとか、ワードプレスに移行するだけで20万円もらえたりとか、そんな世界です。そしてこういうフロントエンドの案件を獲得したいと思ってる人は、テックアカデミーでどのコースを受講すればいいのかっていう
言うとズバリフロントエンドコースです。テックアカデミーのすべてのコースの中で HTML、CSS、JavaScript、jQuery、Bootstrap、Developer Tool と Web 制作をするために必要な知識を学べるのはフロントエンドコースだけです。このことは実際に Web アプリケーションコースとか PHP ララベルコースとか Web デザインコース、WordPress コースをすべて受けてみた結果自信を持って言えることです。しかもフロントエンドコースではさっき言ったものに加えて Web API とか Vars とか Firebase とか Vue.js も学べるお得ぶりです。副業したい人はフロントエンドコースが一番いいって言ったんですけど、じゃあなんで他のコースがダメなのかって話を具体的にしていきます。まず Web アプリケーションコースなんですけど、 Web アプリケーションコースではまず前半にフロントエンドの基礎を学んで、その後に Ruby とかそのフレームワークである Ruby on Rails を学んでいきます。自分は実際にこのコースを受講してみて、たった2週間で Rails を使った Web アプリケーションを制作することができたので、本当にいいコースだなと思いました。ただあくまでこのコースは Ruby とか Ruby on Rails を学ぶことを主眼にしているので、フロントエンドの学びってちょっと薄いんですね。実際にこのコースでは JavaScript とか jQuery を学ぶことができません。テックアカデミーのホームページを見てみると、この Web アプリケーションコースは前半にフロントエンドコースを学んで、後半にサーバーサイド言語を学んでって結構総合的に学べるようなコードを書いてあるんですけど、ただ実際にはフロントエンドの方は結構薄いです。やっぱりフロントエンドで案件を獲得しようと思っている時に JavaScript が学べないのは結構致命的です。じゃあ逆にサーバーサイド言語を学んでそれを副業にしようと思っている人がいるかもしれないんですけど、初学者がいきなり Ruby とか PHP を使って副業するのはかなり困難です。それは単純にサーバーサイドの方が覚えることが多いし、なおかつデータベースとのやり取りっていうのも出てきて、初学者にはなかなか理解が難しいからです。さらに言うとフロントエンドは一人でもできる仕事が多い一方で、サーバーサイドの方はチームでやる方が多いので、そこにいきなり初学者が突っ込んでいくのはできないからです。なのでプログラミングの初学者が副業をしたいと思った時に Ruby とか PHP みたいなサーバーサイド言語をがっつりと学ぶ必要はないわけです。 Web アプリケーションコースでは JavaScript が学べない、そしてプログラミングの初学者が Ruby みたいなサーバーサイド言語をがっつりと学ぶ必要はない。これが Web アプリケーションコースをおすすめしない理由です。次に PHP ララベルコースではない理由なんですけど、これも Web アプリケーションコースと全く同じです。それはなぜかというと、 PHP ララベルコースっていうのは Web アプリケーションコースの中で Ruby が PHP に、そして Ruby on Rails がララベルに置き換わっただけのカリキュラムだからです。それ以外は全て Web アプリケーションコースと内容は同じになってます。なので Web アプリケーションコースと同じ理由で副業をしたいっていう人にはおすすめしません。次に WordPress コースをおすすめしない理由なんですけど、このコースでは HTML と CSS が学べても、他の JavaScript とか jQuery とか Bootstrap を学ぶことができないからです。このコースでは WordPress コースって言ってるように、 WordPress を学ぶことに主眼を置いてるんですね。なので初めに HTML と CSS で簡単なサイトを作ってから、それを WordPress に移行するっていう手順になってます。あくまで WordPress がメインになってるので、フロントエンドの HTML とか CSS とか JavaScript とかをがっつりと学べるわけではないんですね。結構薄くなってます。さっきも言ったんですけど、フロントエンドで副業をしようと思った時に JavaScript が学べないのは結構致命的です。そしてもっと言うと、 WordPress は簡単なので独学できるんですね。正直 WordPress を学ぶために15万円ぐらいかけてスクールに通う必要はないと思ってます。なのでおすすめはフロントエンドコースを受けて、がっつりとフロントエンド言語を学びつつ、 Udemy とか .install で WordPress を保管するということです。 WordPress 案件はかなり単価が高くてコストパもいいので、絶対に学んどいた方がいいんですけど、ただスクールに通うまではないってことです。じゃあなんでお前はワードプレスコースを受けたんだって言われると、自分は定額制受け放題だったので、いくらでも受講することができました。なので一応中身も見ておくかっていうことで受講しただけです。実際にワードプレスコースを受けてみた結果、これはユーデミーとかドットインストールとか Google で調べるだけで十分だなって思いました。なので受講するコースはフロントエンドコースで、ワードプレスは他の教材とか Google で保管しましょうということになるわけです。次にウェブデザインをおすすめしない理由なんですけど、このコースではデザインとか Photoshop を学ぶことに主眼が置かれていて、やっぱり JavaScript とか jQuery とか Bootstrap を学ぶことができないからです。ウェブデザインコースをおすすめしない理由はこれで十分なんですけど、もっと言うとこのコースで学べるのって、サイトのターゲットとか商品ごとにどういった色使いをすれば効果的かとか、ユーザーが使いやすいサイトってどういうものかとか、そういうデザインなんですね。なのでこういうのって実践を重ねていくうちに自然に身につくものなんですよ。なので自習可能だなと思いました。なのでこれぐらいだったら全然独学できるんですね。わざわざ10万円15万円出してスクールに通うほどでもないです。正直自分が受けた8コースの中で一番ウェブデザインコースがクオリティが低くて学びが少ないなと思いました。なのでここまでの話をまとめると、プログラミングをゼロから学習してフロントエンドの案件を獲得したいと思っている人は、テックアカデミーはフロントエンドコースを受ければ間違いないと思います。そしてそれと同時並行で Udemy とか .install で WordPress も学べばもう完璧です。ただ例外として HTML とか CSS とか JavaScript みたいな土台がある程度できていて、なおかつ他の教材でもいろいろやってみたけれども、 WordPress がどうしても理解できないっていう人は WordPress コースを受けてください。
次にフロントエンドエンジニアとして転職したい人なんですけど、この人に限ってもフロントエンドコースを受講してください。その理由はさっきの副業で説明したのとほとんど同じです。職場で必ず必要となる HTML、CSS、JavaScript、JQuery、Bootstrap、Developer Tool、Vue.js、Web API、Firebase、Burst を学べるのはフロントエンドコースだけだからです。 WordPress コースではない理由は、 Web 制作会社だったら別なんですけど、自社開発とか受託開発の会社に行くんだったら WordPress はほとんどいらないからです。そして Web デザインコースではない理由もさっきとほとんど同じです。JQuery とか JavaScript が学べない上にデザインは簡単に独学できるからです。テックアカデミーでフロントエンドコースを受講してポートフォリオサイトを自分で2つ作ってしまえばもう転職できるレベルまで必ずなってます。次にサーバーサイドエンジニアとして転職したい人は Web アプリケーションコースを受けてください。 Web アプリケーションコースでは HTML、CSS、Bootstrap を学んだ後に Ruby と Ruby on Rails を学んでいきます。このカリキュラムの後半では Ruby とは何かっていうところから始まって指則演算、変数、ループ、条件、分岐、メソッドを学んでいきます。それが終わったらオブジェクト指向とかクラスとかインスタンスとか継承とか名前空間とか多体性とかを学んでいきます。このコースではメッセージボードとか Twitter のクローンを作るんですけど、それを通してメッセージの投稿機能とかログイン機能とかお気に入り機能とかユーザーの登録機能とかは一通り実装できるようになります。そして Web アプリケーションを作るだけじゃなくて GitHub の管理方法とか Heroku での公開もできるので結構総合的に学ぶことができます。サーバーサイドエンジニアとして転職したい人には Web アプリケーションコースが一番だって言ったんですけど、じゃあ PHP ララベルコースはどうですかって言われるとそれでも別に構わないです。ただどっちか迷ってるぐらいだったら Web アプリケーションコースにしてください。それはなぜかっていうと PHP と Ruby を比べた時にどちらかというと Ruby の方がネットに情報はいっぱい落ちてるし、他の教材で知識も保管しやすいからです。転職活動するときにポートフォリオサイトが必要になるんですけど、ただそのポートフォリオサイトを作るときに Ruby で作りなさいとか PHP で作りなさいっていう言語の縛りはないので、じゃあ簡単で情報がいっぱいある Ruby で作っておけましょうってことになるわけです。ただどうしても自分は PHP とララベルを使って Web アプリケーションを作りたいんだとか、あとは転職したい会社がすでに決まっていてその会社では PHP を使うっていうことが決まっていれば PHP ララベルコースを選んでもいいと思います。そうではなくて Ruby と PHP どちらでもいいとかこだわりがないとかどちらにしようか迷ってるっていうぐらいだったら Web アプリケーションコースの方を選んでください。ここまでの話をまとめると、副業したい人、そしてフロントエンドエンジニアとして転職したい人はフロントエンドコースを受けてください。そしてサーバーサイドエンジニアとして転職したい人は Web アプリケーションコースを選んでくださいということでした。この結論に関しては実際に8コースを受けた上で自信を持って言うことができます。いろんなコースを受けてみてやっぱりフロントエンドコースと Web アプリケーションコースのこの2つが一番キラメックスが力を入れてるなというのは感じました。明らかに他のコースと比べて情報量が多いしクオリティが高いです。なのでフロント側で副業したい、働きたいと思ってる人はフロントエンドコース、そしてサーバー側で働きたいと思ってる人は Web アプリケーションコースで間違いないです。ただここまでの結論は 100% 全員に適用できるわけではなくて、各個人の学習状況によってこっちのコースの方がいいっていうのがあるかもしれないので、それはまた YouTube のコメント欄でも Twitter の DM でもいいのでまた自分に相談してみてください。この動画を見たらすぐに行動してください。15万円ぐらいの投資なんて安いもんです。すぐに元は取れます。自己投資っていうのは株式投資とか FX とか不動産投資と違って確実に 100% 高利回りで自分に返ってきます。なので安心してお金を使ってください。動画の後半になって今更なんですけど、この動画はステマでも何でもないです。全て自分の本心なので安心してください。この動画を閉じたらすぐに行動してください。行動しないと何も変わりません。一緒に頑張っていきましょう。それでは今回の内容は以上です。このチャンネルでは副業とか自己啓発とか資産形成とか皆さんにとって超役立ちの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは。